皆さんこんにちは、ユノグライティでございます。7月28日に NHK のソングスにポルノグライティが出演しました。今回はソングスの振り返りや感想などを言っていこうと思いますので、ラジオ感覚で聞いてもらえたらいいなと思います。今回ソングスの出演は2018年の島並ロマポルがあった後の放送以来ですかね。まあ約4年ぶりですかね。番組責任者の大泉洋さんとポルノグライティとの対談や曲披露、VTR という45分の放送時間ですけども、まずポルノグライティのお二人は地元愛がすごいと改めて感じましたね。2005年の因島が、まあ、尾道市に変わるちょっと前にライブを行ったり、母校の生徒と一緒に愛が呼ぶ方へを歌ったりとされていましたけども、今回の放送を見て改めて地元愛がすごいと思いましたね。母校の卒業式にも行かれましたしね。で、見てて一番びっくりしたのが、ポルノグライティの影響で因島に移住された方が多いってことですよね。自分のツイッターのフォロワーさんが、まあ、因島に移住されたって方は、まあ、何人か、ちらほら聞いたことが、まあ、ありますけども、テレビ見て、こんなにいるんだなって思いましたね。自分も、島並ロマポル、まあ、中止になりましたけども、その、翌日に因島観光を行ったのですけども、まあ素晴らしいところで、人柄も素晴らしいですし、自然豊かな場所で海も綺麗なんですよね。因島は一度しか行っておりませんけども、2回目3回目と何度も訪れれば、因島の魅力というか、まあ素晴らしさというか、そういうのがもっとと分かってくるんじゃないかなって思いますよね。またいつか因島行ってみたいですよね。そしてソングスで披露された曲がアポロ、空色、そして新曲の暁の3曲でして、空色を泣きましたよ、本当。空色を聞くと、まあライブビューイング、島並ライブビューイングを思い出しますよね。あの時も感動しましたけども、途中泣いているファンがいらっしゃいましたけども、それにつられて泣いてしまいましたね。アポロはもうリリースされて今年で23年目なんですね。デビューされて23年目ですけども、時が経つにつれて歌唱力がどんどん進化していますよね。そして、新曲ですね。8月3日にアルバムの1曲目である暁、アニメのタイアップになってもおかしくないような感じですよね。今回のサポートメンミュージシャンは、タスクさん、ヒロさん、トムさん、コウヘイさんですね。コウヘイさんの演奏また見れてよかったです。一番好きなサポメンです。はい、という感じですね。今回のソングスはもちろんですけども、神回でしたね。またいつか尾道とかでライブやってほしいですよね。25周年とかで、次こそは広島の空の下でライブ参戦したいですよね。そしてまあそのついでに因島観光とかもしてみたいですね。以上、ソングスの振り返り感想動画でした。それではまた。